うわ、掴みやすいね。はい、ご視聴ありがとうございます。アグニードケンです。よろしくお願いします。今日はですね、ニジロクワガタの丸出しの動画撮っていきます。ニジロクワガタ、これ動画でも産卵セットの組み方って言ってやったやつのニジロクワガタですね。でこちらね、ちょっと使ってみます。これね、めっちゃ探してもねなかったんですよね、ローソンさんでね。ツイッターとかでもお世話になってるドクタースパムさんがね、確保しててくれてて、いただきましたので、ちょっと使ってます。本当にありがとうございます、ドクタースパムさん。助かりました。これいいなと思ってたんですよね。こう、強い力がね、加わっても、勝手にこうやって曲がるんですよね。多分そんな強くやらなくてもね、幼虫は掴めると思います。ちょっと軽く、やってみます。わあ、バーンってなった。はい、ちょっとやっていきます。うわー、掴みやすいね。あ、いい感じじゃん。いい感じですね。ちょっとゴショゴショと穴開けて、こいっと。ソフトに、本当にソフト、もう触れるか触れないかぐらいでもね掴める。素晴らしいアイテムですね。よいしょ、優しくね。多分強く掴んじゃうと多分幼虫潰れちゃうかもしれないですね。本当に甘噛みみたいな感じ。もう掴むか掴まないかぐらい、もうポロッと落ちるぐらいね、力でやってあげるとめっちゃやりやすい。すごい、ローソンすごい。でかくなってる。だいぶでかくなってますね。9月だからね。やっぱ結構時間置いて割り出しした方が楽ですね。本当助かったわ、ドクタースパムさん、ありがとうございます。ローソンの店員さんに聞いたらね、あのトング人気なんでもうないんですよっつっててね、どこ行ってもなかったです。
で、これ知ったのもね、あのツイッターの方のね、あの、まあ、ツイート、これいいですよーつーの見て、あ、いいですねーつってね、なったんですよね。本当ありがたいですね、こういう情報。この産卵セットのね、材は何回も使えます。また加水してあげて産卵セット組むとまた産んでくれますので。ちっちゃい、大丈夫かな。いけるいけるいける。あ、全然大丈夫だ。触れるか触れないかぐらいの、なんか優しく。一回練習した方がいいかもしれないですね。手でこうやって。あと爬虫類とかもねいるんですけど、餌あげとかに。氷捕まえて、いやダメか、でかいな、さすがに。よいしょ。作業がはかどりますね。そして楽しい、楽しいぞ。はい、君もおいで。ソフトに。よいしカップがあった。いい感じで固まってますね。ガッチガチ。いらっしゃい。化石みたい。化石発掘。はい。優しくね。はい。優しくね。ぐにょぐにょぐにょっと穴開けて。優しくね。優しくね。あ、ほいっと。でかくなるんだぞ。
た。ちっちゃい子の子。幼虫がいそうなところは周りがね、なんかちょっと柔らかくなってるんですよね。なので分かりやすいですね。昔はよくあのかわいそうなことにね、ブチュッとやってしまうこととかあったんですけど、最近はそんな、まあ、あるっちゃあるんですけど、あの在割の時とかマイナスドライバーがマジっすかってところで幼虫がいてね、あれマジ辛いっすよね。めっちゃかわいそうな。あ、取りやすい、本当取りやすい。めっちゃいい。いらっしゃい、いらっしゃい。かわいいね、幼虫。そう、いないか、ないか。めっちゃ騒いでる、ちっちゃい時。
ったね。いや楽しいな、割りだしこう集中できるんで作業があるって幸せですね。じゃあ落ちた、ちっちゃい。このぐらいちっちゃいのでも掴みますね。新しいお家だよ。個室。出世したから個室ね。で、あと次大きくなったらまた個室。もうちょっと大きめの個室にね。移動しようね。まったごと取ってもいいかもしれないですね。チアとティータ隣の部屋で YouTuber ごっこしてますね。
シラストが近づいてきましたね。ちょっと。ごにょ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 。見てる。何ですかっつって。何ですかって見てるね。大丈夫か。大丈夫そうだ。ふかふかに守られたか。よいしょ、あ、よいしょ、あ、よいしょ。初例から2例になりたてだ。おいた。おいた？ちっちゃい。このぐらいちっちゃいのもいけた。おふふふ。はい、こんにちは。こんにちは。ああ、ね。
にカップが飛んできた。どうかな。だー以上かなって思った時の最後の一匹。多分まだいると思うんで、ちょっと後でゆっくり見ています。はい、ということでですね、今回の動画はこちら、このポテチ用のトング使ってみましたっていう動画でした。めっちゃ良かったです。だいぶ作業効率が高まりましたね。はい、スプーンとかだと何だろう、取りにくかったりするんだよね。あとこちらもね、なかなかいいんですけど、これ2例ぐらいになるとね、取れないんですよ。もう柔らかすぎて。これはもう土書類ですね。土書類とか卵とか取るときにいいですね。これで卵はさすがに無理かな。ちょっと幼虫が大きくなってたらこれでいいですね。全然多分大クワの3例とかでもいいんじゃないかな。こう菌糸交代するときに持てないかな。多分無理か。2例ぐらいですね。2例ぐらいが一番いいかもしれない。はい。じゃあ、上等でしたよ。いや、ありがとうございます、カルビーさん。カルビーのトングでした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。